こんにちは、トイズガオです。本日は特捜戦隊デカレンジャーの戦隊職人 SP ライセンスの方をね、予約しようかなと思います。これも予約はとっくに始まってまして、これが予約開始になった日がですね、 CSM の入電をベルトが発送になった日でですね、まあ結構バタバタしてましてですね、まあ一応ね、このページは見たりもしてたんですけども、ちょっとね、値段も値段なんで、で、最近もうプレ版ばっかりでね、10月に、これまあ10月発送なんですけど、10月はネオアマゾンズドライバーとかですね、その辺が発送になるので、まあ、いろいろかさむなと思いまして、どうかな、スルーしちゃおうかなという感じになってたんですけども、まあやっぱりね、このまあ仕様を見てみるとね、まあかなり素晴らしい仕様となっているので、とりあえず予約しまして、まあ、お金を貯めておこうかなと思います。はい、こちらがね、今回のこの SP ライセンスなんですけども、こちらのファイヤースクワット版というのとセットになっております。ファイアースクワッドっていうのは、主人公レッドのバンこと赤座バンバンが最終回でね、配属されて向かったところなんですけども、その後はそこの所属になって映画とかね、 V シネとかでこのファイアースクワッド版で変身したりもするんですけども、まあ、この SP ライセンスは当時のデラックス版よりもパワーアップしまして、このようにね、セット内容はこのようにね、なってまして、この変身の時にここがパカッと開くんですけども、その開いたところにこれが入っていて、これをカードを変えられるという仕様になってます。それでですね、この単品での販売もあるんですけどね。それだとちょっと割高になってしまうので、ちょっとこれ見てみると、この個別のどのような仕様かというのが載っています。一番の特徴としてはね、このジャッジメントタイムの×××っていうのが交互にピカピカするんですけども、それがデラックス版ではここがね、×と丸のシールだったんですけども、今回ここが LED で×も丸も光るようになったということですね。これは劇中とね、ほぼ変わらないクオリティとなってとてもいいと思います。SP ライセンスといえばこの変身とこの機能さえあればね、あとはまあおまけ的なとこなんですけども、そのおまけもさらにね、すごいということで、この、劇中の変身音の表現に加え、変身シーンのデカレンジャー5人のセリフと BGM が流れ、変身途中には説明のナレーション、声、古川俊夫さんです。も流れると。この SPD スペシャルポリスデカレンジャー、このあたりはオープニングで古川さんの声で喋るやつですね。このチェンジスタンバイエマージェンシーデカレンジャーフィースオン、これは変身の時の掛け声ですね。そしてここのカードが入れ替えられると。新たに追加されたスイッチでキャストモードに切り替え、劇中のシーンを再現するセリフや BGM が流れる。デカレンジャー5人の名台詞が40種類以上収録。音声は完全新規収録。はい、すごいですね。ドギー・クルーガーも入ってると。完全新規造形で劇中に近いディテールを表現。
込むようになってますね。そしてファイヤースクワット版の方はこのようにね、まあ、形は同じなんですけども、仕様もね、このジャッジメントも同じで、セリフの方が若干違いますね。こちらの SP ライセンスに差し替えられるシートはボーナスシート、この変身してない状態のデカレンジャーのものと変えられますね。こちらのセリフの方はファイアースクワッドレッドのセリフが 40C 以上と、こっちはバンの方ですね、バンのセリフがいっぱい入っているということですね。このようになってますね。そしてその、この単品販売ではこのね、まあ、ボーナスシートに、ボーナスシートもあるんですけど、このホルスターが一つに一個ついていて、こちらもセット内容はホルスターが1個ついているんですけども、このセットになってくるとですね、セットの方ではこのホルスターが、1個だけということですね。この辺が、個別だと9936円で、一緒になると 17,712 円というと、これを1個減らしてその値段になったということですね。はい、それでは予約をしていきます。商品代金が 17,712 円で送料が540円、合計が 18,252 円。はい、ということで予約完了いたしました。デカレンジャーはですね、まあ当時毎週見てましたけども、ちょっと僕としては不本意なんですけども、最終回だけね、見てないんです、なぜかというとですね、録画に失敗してまして、まあ、その時期はですね、オンタイムで見るというよりは、朝遅く起きて、録画したものを見るというのが通常だったんですけどもね、その日に限ってなんか、録画がされてなくてですね、で最終回を見逃すというね、大失態を犯してしまいましたまあ内容はまあいろんなとこから情報が入ってくるのでね、まあ、大体のことは分かったんですけども、いまだにちょっと見られてないですね。まあ、なのでね、この商品が届くまでにはちょっと見ておきたいなと思います。はい、そしてはい、こちらがね、僕が持っているデカレンジャーのおもちゃのすべてです。真ん中がね、デカレンジャーロボ。左がデカバイクロボ。これ、剥き出しです。このまま中古で売っていたのを買いました。そしてこれがデカベースロボですね。そしてこのバイク、ブルーが乗ってるやつですね。この4点なんですけども、まあ、こちらはね、バイクだけなんで、まあ、フィギュアが乗るぐらいなので、紹介はしないんですけども、このデカレンジャーロボ、デカバイクロボ、デカベースロボを、この後ですね、1個ずつレビューしていきたいと思いますので、そちらもお楽しみに。まあ、中古で買ってるんでね、動きも結構、あんまりよろしくないと思うんですけども、まあ頑張って動かしてみようと思います。
はい、これはこの SP ライセンスのね予約記念ということでね、この3点をレビューしていきたいと思います。はい、それでは以上、トイズガオでした。